このレッスンでは、Photoshop に搭載されている 3D 機能を使ってシンプルなエフェクトを作成してみます。レイヤーを表示します。フィニッシュドレイヤーを非表示にして b ギ g レイヤーを表示させてください。中にはシンプルなテキストレイヤーとオブジェクトレイヤーがあります。これらを選択して右クリックをし一つのスマートオブジェクトに変換します。これで準備ができました。 そうしたら、メニューの 3D から、選択したレイヤーから新規 3D を下手しを作成を選び、このようにダイアログが出ますので、はいを押します。そうすると、画面に、このように 3D のパネルと属性のパネルが表示されました。左側を見ると、ちょっと見た目が変わっていますね。この左下にあるもの、これを右クリックすると、トップなどとして、3D ならではの 表示位置を変えたり、視点を変えることができるようになります。また、オブジェクトを移動したり、拡大したいときには、このオブジェクトの中心にある3つの矢印を使います。拡大して見やすくしますね。まず、この赤い矢印。これが X 軸の移動なので、横方向への移動になります。回転をさせたいとき、少し、 左側に向いて欲しいときなどは、このアイコンが変わったことを確認して、この UFO みたいなマークですね。このマーク。このマークでこのようにアングルを変えることができます。そしてこの赤矢印で X 方向に移動させ、緑の矢印は上下です。そして青がこの X 軸、奥行きですね。こうなります。 これらを使って自分の希望の位置に調整していきましょう。まず、X 軸、Y 軸をちょっと下にし、X 軸を手前め、そしてこっちに、もうちょっと左側にパンしてほしいですね。はい。こんな感じにしていきます。あとは、このフロント面、そしてこの押し出し面の調整をしていきましょう。まず、フロント面、フロント膨張マテリアル。 これをクリックすると、この属性パネルに色を変更できるところが出てきます。この自己発光のところをクリックし、ちょっと明るめの黄色に設定しておきましょう。このように明るくなりました。OK ボタンを押します。そして残りの1、2、3、4。フロント膨張マテリアルの下の4つのレイヤーですね。これの拡散。こちらをクリックして、少し影になるように濃い色にしておきます。 プレビューができるので分かりやすいですね。ちょっと赤みを足して、こんな感じにしましょう。OK ボタンを押して、これで完成です。あとは押し出しの設定などをしたい場合は、こちらのレクタングル1コピー。これ自体をクリックすると属性パネルの内容が変わります。押し出しの深さというのが設定できますので、好きな長さにしてください。まず、シェイプリセットをいじり、このように深さを調整することで、 好きな深さを選択することができます。意外に簡単でしたね。あとは、そうですね、スポットライトなどをつけていくことで、このような見た目にすることができます。いかがでしたか ?3D というと難しそうですが、基本的な機能を使うだけであれば、思った以上に簡単だったのではないでしょうかこのレッスンでは、Photoshop の 3D の基本機能を使ってテキストを作るというレッスンを行いました。